全く食べれなかったので、体重が68キロから61キロに、自分では精一杯食べてんのに減ってくと。この今日米粒が10粒ぐらい入ってるよ、塩味がものすごく美味しかった、味がするってこんなに感動することなんだな、わかる入院したのってどんぐらい入院した？約1ヶ月抗がん剤は術後1ヶ月後ぐらいから TS1 飲むやつ、ね、飲むやつ、飲むやつどんぐらい続けたんですか？1年間ぐらい、なんか最初は4週間飲んで2週間休薬してっていうのを続けてたんだけど、やっぱり副作用が出て白血球が下がっちゃったと、飲み方を変えて2週間飲んで1週間休薬して途中で変えたりとかして、きつかった TS1 は副作用少ないって言われてるんだけど結構きつかった。白血球が下がって風邪ひきやすくなるとかあるし、口内もできたし、常にこう内臓が痛い、中が痛いな、違和感が、指先が黒ずんだり、抗がん剤終わってからはもう戻ってきてって、うん、胃がんって言ってもさ、いろんなあるやん。ステージ2で2なんすね。2で T3N0 っていうステージ分類で、 T3 っていうのは深さ、がんのどこまでいってるかっていう深さ、胃が多分何層にもこうなってて、私は T3 だから胃の表面に出てきてますよっていうがん、その次に行ってしまうと飛び出てさらに他の臓器まで行ってますよみたいな、結構ギリギリのラインで、N0 はこう N が多分リンパなんだけど、リンパ節で、リンパ節には転移してなかった、ゼロだったからステージ2っていう風になって、でもそれもお腹を開けてみるまで分かりませんって言われてて、だから最初はステージ3かもねっていうのを言われてて、開けてみてお腹に散らばってたりとかしたらすぐ閉じますっていう風に言われて、事前にペット検査とか CT とかで分からへんの？分かんないみたいで、まあ、当時5年前のね、あの経験なんで、はい、結構深いねって言われて、私すごく食べることが大好きで大食いだったんだよね。レントゲンにこう撮った時に胃の大きさが、お医者さんも今まで見たことありませんっていうぐらい大きかった、子宮隠れるぐらいまであって、大きくてさらに胃下垂がんができたところがちょうど真ん中ぐらいだったんだよね、胃の、うん、3分の2切った。3分の2を切ったの？私が見つかった時は本当に痛さしかなかったから、思うように食べられなくて、コージーコーナーのね、紫芋のモンブランを最後食べて胃に優しいお鍋とか作ってくれて、それを食べたりとかして、できるんだったら焼肉とかがっつりしたものを食べておきたかったなみたいな。治療に入っていくと思うんですけれども、はい、どんな治療をどれぐらいやってどうだったか、うん、順を追うと宣告も7月だったか、親に連絡もして、うん、まず病院、その宣告された時に、うん、うちで手術を受けるか、がんの専門の病院があるから、そこはまあ選んでくださいってあなたがっていう感じで、それでそうかと思って親とも相談して、でも親が電話して探してくれたり、結局宣告された病院じゃないところで、がん専門のところで、でまあ理由としては病室が埋まってて、どの病院も手術をするなら何日ですみたいな、何日が最短ですみたいなことをいろんな病院から聞いて、で結局専門のところが一番早かったんで、それどんぐらい？3週間ぐらい。その3週間の間にいろいろ病院から行くとまた胃カメラとかやらなきゃいけない、そういうことやってうちに3週間経った。3週間待ってる間怖くなかったっすか？だからやっぱり早い方がいいから、できるだけ早い方が、できるだけ早く胃を取りたいっていうか、がんを取りたいんだけど、悪いものから取りたいなと思って、転移みたいな情報を素人ながら知ってるから、うん、早く体からがんを取っちゃいたいなっていう気持ちがあって、その病院を選んだ。まあ長いけど胃カメラ嫌だなとか、検査が嫌で、それ嫌だな嫌だなって言ってる間に手術になった感じは、3週間ぐらいだと忙しくしてられたから気は楽だったかなって。胃をどんぐらい取ったん？胃を全摘で取って、結構上の方にあったんで、食道もちょっと念のため食道の上の方を上目で切るみたいな感じで取って、胆のうと脾臓とかもなんか取ったみたいなんですよ、インフォームドコンセント。そうそう、はいはいはい、はい、でそれで胆のうも取っちゃいますね、脾臓もこうなるんで取れますね、はいって言って、取ってから周りのリンパ病理検査に出して顕微鏡でチェックします。そこに転移があると抗がん剤治療とか術後の治療を考えなきゃいけない。入院中はずっとそれの結果を待ちながら1ヶ月ぐらい待ってて、
こが大丈夫だった。転移はなかったね。そこでないのが分かってた。その待ってる間が結構精神的に辛くて、ちょっとはしてるだろうみたいなことを先生も言ってたんで、それがすごい辛かった。抗がん剤やったんですよ結局。結構話し合いがあってからやることにしたんですけど、抗がん剤でまた別の専門の先生に代わって、本来やらないぐらいのステージらしい、ステージ2前半ぐらいだと、リンパ節の転移もないからやらない、けど23歳で胃がんっていうのはあんまりいないから、予防を科学的に証明できるものが抗がん剤しかないから、年齢もあって念のためやってもいいんじゃないかっていう。ただ副作用もすごくそれはあるから、強制はこっちからできないんで自分で考えてくださいみたいな感じになって、すごい考えてやろうかなと思って、それで抗がん剤を大体1年弱ぐらいで飲んで、注射とか点滴のイメージがあるけどカプセルを飲んで、毎日朝3錠夜3錠を食後飲んで、で4週間やって、2週間こう休んでいい期間があるのをそのサイクルで TS1 やる意味ないかもしれない、意味ないじゃないみたいな、転移してないから、だから無駄にもしかしたら飲んでたかもしれないんだけど、でもまあなんか今はまあ安心のために飲んだかなとか、そういう気持ちで飲んだっていう形ですね。全摘しましょうと。でこの時も全摘、一応早期だとは言われてたんですけど、早期で全摘っていう意味が分からなくて、なんでなんだろうっていうことで、一応簡単にはね、部位の関係でというような、私の場合は胃の入り口あたりだったので、ここだとどうしても裏のあたりのリンパの覚醒とかと関係とかとか、なんかやっぱ食道の方の関係とかもあるようなんで、詳しい説明なく自分で調べた結果なんで嘘言ってるかもしれないんですけど、そんな感じでした。入院すると68キロって書いてるんです。これは意味があるんですか？体重の減りが始まるんです。どん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 減っていくので、手術を受けて20日間ぐらいは入院してたってことですかね。そうですね。胃袋を取ってしまったので、栄養が取れないと退院できませんよという意味だったんですよね。栄養がちゃんと吸収されて外に出られるというか解放されるので、私は全く食べれなかったので、1人前のね3分の1ぐらいかな食べれるようになったから、まあ退院してもいいだろうと。その間に体重が68キロから61キロに減っていったと。自分では精一杯食べてんのに減っていくと、この恐怖。退院ができて今は3ヶ月ごとに経過観察中と、はい、手術の仕方はもう普通に回復して取って、はい、誰もが想像する手術。どんな感じで経過していきました？カップ一杯に米粒が10粒ぐらい入ってるような、だけどこれの塩味がものすごく美味しかった。あ、味がするってこんなに感動することなんだなっていうのは覚えてますね。わかる。ご飯ね食べれるようになった時の味があるものが入った、わかる。この舌の感覚はすごかったっていうのは、塩ってこんなにね美味しいんだっていうね。 それを食べれたのはどれぐらいの時ですか？手術してから多分5日目ぐらい。5日目ぐらい、はい、でもそれまでずっと点滴ですよね。 そこからゼロ部外ぐらいからもうだんだん結構ねポンポンっていって順調に、すぐあの普通ご飯にはなった。3日目ぐらいで普通ご飯に行ったんだけども、そっからが食べれなくて、食べれない後遺症みたいな感じ で私の場合は食べたものと一緒に空気を飲み込んでんですよ。ラジオで聞いた先生が言ってた話では、食べ物と同量から3倍のものが空気が入ると、そうすると食べたものとその空気でがこうどん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 押し込まれていっちゃって、空気がどん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 こう溜まっていっちゃうんで、私は唾液出ますよね普通に、この唾液がものすごく濃い唾液が出てきて、スライムみたいな唾液が出てきたんですよ。ベトベトっていうか、それがまた一緒に飲み込んでいくと食道の中でこうぐちゃぐちゃになっちゃって、もう入らないってなっちゃう。物は落ちていかないし、でちょっとこれが大変でね、なんとかなるまで、その病院はみんな食堂で食べてたんですよね、食事を。ゲップを出すとかっていうの全部音がするでしょ、うえって。だからなんとなくそこを我慢しちゃってた部分があって、食べれないねっていうことでこうどん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 プレッシャーになってって、である時自分の部屋で戻って、そこで一人ホソホソ食べてたのね。そしたらね食べれるんですよ、量が急に倍になって、そこでは自分の空間だから、おえってやろうが何しようが、まあ多少外に聞こえてもね、食べてるうちに、あ、この唾液はやっぱり飲み込んじゃダメなんだっていうのを気がついて捨てるようにしたらね、そしたらね途端に結構増えて退院っていう話が、そういう風な形で退院していったと。